江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナー行ってみたいと思います。今回はですね、こちらちょっとムカつく話もあります。今日はね、前編と後編を分かれそうなんですけど、両方ともちょっとムカつくニュースがあります。まず1本目いきたいと思いますが、こちらでございます。まあ、これはムカつくっていう、まあ今あの渓谷の行いに対してはムカつくんですけれども、内容的にはね、ちょっと微妙っていうか、受け取り方はいろいろあると思います。ユネスコ、日本に関連国と対話せよというね、タイトルなんですけども、日本がこの軍艦島ですね、軍艦島の世界遺産の件に関して、ユネスコと話し合いをするっていうのが最近あったね。ニュースちょっとお伝えしたことあるかもしれませんけども、今度行きますよって、お伝えに行きますよって、まあ、説明をしに行きますよというのは話したことあると思うんですけど、まあそういうことはあったんですよ。でその結果ですね、結果がそろそろ分かるということで、ちょっと見ていきたいと思います。ユネスコ世界遺産委員会が日本軍艦島炭鉱など、なんだこれ、過去の朝鮮人の強制労役現場だった明治日本産業革命遺産と関連して関連国と継続的な対話をせよと勧告した決定文を採用する見通しだという、まあ、軍艦島っていう、軍艦島が世界遺産じゃなくて軍艦島を含む、明治日本産業革命遺産っていうのが、まあ、世界遺産なんですけども、で、このね、まあ、要は当事者同士で話しろっていうことなんですよ。ユネスコはこれね、受け取り方いろいろあったんだけど、私が受け取るにはめんどくさいんだよ、要はユネスコも。うん、あ、もうね、こんなことや、ユネスコも今処理能力大変なんで、忙しいんで、もう勝手にやってくれと言いたいんだよなって思ったこれ。でもう突き放してるような感じがするんですけれども、でまあ関連国とだから、で別に関連国と継続の話し合いをして決裂したからといって別にユネスコの世界遺産が撤回されるわけでもないわけですよ、要は。多分ね、多分ね、多分ね、でおそらくね、想像よ、こっから想像よ。でまあそうなった時にもうなんかグダグダ言ってる国はあるんだったら、もうもう当事者同士で話し合ってみたいな感じじゃないかなって思います。でじゃあこれに対して日本はね、どういうふうに対応していくのか、2通りあると思うんですよ。これは、なんかグダグダ文句言ってる 国に対して、まあ、誠意を持って、こう説明をしていく、粘り強く説明をしていくっていうプラン A ね。でプラン B はほっとく。まあ2つあると思うんですよね。うん、まあここにまあほっといていいんじゃないかなっていうか、うん、別にそこに、リソースを割く必要はないと思うんで、これ別にほっといたからってどうにでもなるもんでもない、なんかどうにかなっちゃうものでもないんで、まあこれはほっとくのが一番いいんじゃないかなって、まあ頑張り努力しますっていうふり、まあふりっていうかね、姿勢は見せても、まあ聞かれたら、相手に聞かれたら答える程度で、こっちが前のめりになって渓谷に対して説明するような必要はないかな、そこまでなんかリソースを割く必要はないよねって思いますけどね。皆さんはどう思いますでしょうか。はい、じゃあね、次行きたいと思います。昨日のミニミニニュースでちょっとお伝えしたんですけども、渓谷の物価が上がっていると、まあこれからですね、渓谷の悲願地足というものがありまして、で去年はその中足に向けてシャインマスカットを早出しですね、早熟なシャインマスカットを出してすごいまずくて、でそれ以降ずっと相場が下がってしまって、
渓谷内でも不評ですという話、まあ、これはご存知の方多いと思うんですけど、今年はですね、リンゴの値段の話なんですけど、昨日話した298円かなみたいな話しましたけど、330円なんですって、うん、で梨が550円ということでね、1個330円ですからね。おー、高いね。梨が1個550円。まあ大きさにもよりますけれども、いやー高いですね。4日間で2倍高騰ということでね。やっぱ高かったんだね。で、リンゴと梨は春の低温と霜の被害を受け、出荷量が減少しているのが高騰の原因。初速シーズンにはさらに出荷量の減少が予想され、前年よりも大幅な高値になる見通しだということで、いやー、これ大変ですね。渓谷さん。で、まあ今日やらないんですけども、逆にシャインマスカットは安くなってるんですって。去年に比べて安くなってる？まあ去年に比べて安くなってんだったら普通なんですけど、うん。で、でも買わないって言ってましたね。渓谷の反応を見たら、やっぱそれでも買わないよねっていう話でしたね。次はですね、渓谷内の珍事になります。じゃあ BGM チェンジ。はい、ということでね、今回はですね、ちょっとね、乱暴な映像になります。乱暴している映像になります。はい、警察官に当たってはいけませんと。で、厳重警告にも拳振り回した食堂乱暴男の最後ということで見ていきたいと思います。はい、こちらですね、食べ物の味がないという理由で食堂で乱暴を起こして自分を阻止にしに来た警察官に拳を振り回した男性が警察に制圧される映像が公開され話題だということで、で、じゃあ早速見ていただきましょう。こちらでございます。暴れてんね。この警察官もちゃんと受けてるね。ほっほっほっつってね、拳でパンチを避けてますよね。防御姿勢とってますね。はい、ということでね、で、まあこれはこれだけなんですけども、まあこれで、まあ、制圧できましたよっていう話なんですね。で、この記事最後の方では、この押さえつけるのが過剰防衛かどうかと、うん、過剰鎮圧かどうかというふうなことで意見がちょっと割れてるんですね。うん、で、まあ、別にこれは別に過剰防衛じゃ、過剰鎮圧じゃないでしょって思うんですけど、はい、もうそもそも暴れんなよって話なんですけどね。はい、というね、話題でございました。じゃあ次行きたいと思います。次もね、ちょっと物価の話なんですけども、こちら、コーヒー1杯、7000ウォン、日本円で約770円ですね。で、何でもこうかなチェジュね、このお金だから日本に行くということで記事が出てます。コメントも900件近く、まあかなり炎上ですよ。はい、まあ記事的にはですね、まあ今までこう動画で日々お伝えしてきたチェジュの話だと、変わらないので、まあ中身は詳しくお話しませんけれども、ちょっとだけご紹介していきたいと思います。このね、770円の件だけご紹介していきます。チェジュ観光客を対象に旅行不満足事項を尋ねる質問に物価と答えた比重が 53.4% で圧倒的1位、2位の公共交通が不便だ 12.4% の4倍を超える割合だということで、やっぱり高いということで、で、若い層が多く訪れるチェジュのカフェ通りにある主要カフェのアメリカーノの平均価格が7000ウォンですよ。うん、一番高いのが7000ウォンじゃないんですね。あー、高いね。ってことは平均が770円ってことは1杯1000円ぐらいのところもあるのかな、まあ、500円ぐらいのところもあるかもしれないけど、はい。で、これはですね、スターバックスのアメリカのトールサイズより 55.5% 高いと。おー、その何、トールサイズって背が高いサイズってことでしょ。これがまあ大体500円ぐらいか。
スターバックスは行ったことないんだよね。で、7月にチェジュ島ではハルグクスが1人分で、平均9750ウォンで全国で最も高価に売れた、高いと思うんですね。ハルグクスがいくらだか分かんないんで、これはちょっと分かんないんですけど、じゃあね、まあこれ普通だったら、じゃあこの物価、ぼったくり、まあぼったくりですよ、要はぼったくり対策をしなくちゃいけませんね。まずこの 53%、 まあ不満な原因ですから、ここをやっぱりまず抑えないといけませんよ。だがしかし、なんかちょっと違う方向に行ってんすよね、まあ、これはさておきね、MZ 世代を引き込む大型ショッピングモールのようなコンテンツがないという指摘も出ている、ね。まあ、もちろんその ぼったくりも問題だけど、チェジュに観光地に大型ショッピングモールのようなコンテンツがないっていう指摘が出ているから作りましょうよって話。ショッピング施設が多くなると観光客が現地で支出する金額が増え、チェジュ観光産業にも活気に満ちた鉱山が、活気に満ちる鉱山が大きいということですね。うん、まあそれはわかるけどさ、これ見て皆さんどう思いましたかね。私が思ったのは、あのチェジュに求めるものって一体何なんだっていうところ、単なる買い物なんですか。もちろんね、これが中国の人とか来るんだったらそれは必要かもしれないけど、別にモールじゃなくてデューティーフリーでいいだろうって思うし、別にあれでしょ、チジュって韓国のハワイみたいなもんでしょ。まあ、ね、あってもいいけど、そもそもまずこのぼったくりをどうにかしなきゃいけないし、ぼったくりを撲滅してからお店を作るとか、まあそもそも知事に求めるものがこれじゃないんじゃないかな、なんてちょっと思ったんですけどね。ショッピング施設が多くなると観光客が現地で、これ言ったね。ショッピング施設の不足は再訪問率を落とす重要な原因としても論じられていると。ただし、外地人に排他的であることが有名なチェジュ島民の成功は、ショッピングモールなどの誘致のために超えなければならない障害物だと。要は本土の資本でチェジュにショッピングモール建てることにも反対なんですよ。まあじゃあ頑張れよって話なんですよね。ということでね、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。